名古屋ゴルフクラブ和合コースは愛知県愛知郡東合町にあるゴルフコース。地元では和合ゴルフ場または単に和合と呼ばれることが多い。1929年9月15日中京地方発のゴルフ場として開設された。設計は川名ホテルゴルフコースなどを手掛けた大谷光明。 戦時中に敷地を名古屋陸軍造兵賞に譲渡した上で会社も解散するが終戦後の新中軍の接収を経て1950年に再建。1955年から1957年にかけて上田治によるコース回収が行われている。日本屈指の難コースと言われるゴルフ場の一つ。全体的に距離は 非常に短いがグリーンは砲台型のためフェアウェイから面が見えない上におわ型のためにボールが止まらずその上に小さめで速い。バンカーはボールが沈み込みやすい粒子が小さい砂を使用している。また風は終始安定しておらずゴルファーの戦略を左右する。とりわけ池越えの17番はスポーツマスコミでしばしば魔の17番と俗称される。 そのため距離からすれば優勝スコアは20アンダーを超えても不思議ではないのだが10アンダーを超えるのも難しいコースである。1966年より中日クラウンズの会場となっているほか1936年と1956年には日本プロ選手権1989年には日本オープン選手権2011年には 日本女子オープン選手権を開催している。2010年の中日クラウンズにおいて優勝した石川遼が最終日男子ツアー大記録となる12バーディーを記録、ノーボギーでコースレコードの58をマークした。中日クラウンズの開催時には名古屋市営地下鉄鶴舞線の赤池駅から無料のギャラリーバスが運行されている。ありがとうございます。